プロ騎士様、ご連絡いただきありがとうございます。ライカンさん、停電の原因が分かったのかい？まだ推測の段階ではございますが、可能性は極めて高いかと。図面を確認したところ、バレーツインズの電力供給構想は完璧なものでした。大規模な停電を回避できるだけの対策がなされております。また地下には独立して稼働できる発電所があり、フォローに飲まれてなお電力を維持できた理由も分かりました。少なくとも電気代を滞納してたわけじゃないみたいだね。ん？じゃあなんで停電しちゃったの？地下の発電所に何かあったのかな？論理的に考えるとそうなりますが、こちらの図面だけでは具体的な故障の原因を特定できかねます。幸いメンテナンス用の書類に停電時の対応が書かれていました。バレーツインズの2棟にはそれぞれ独立した制御室と非常用発電室が設けられております。そこで故障の原因を突き止められるだけではなく、やむを得ない場合は予備の電力系統に切り替えることで電力の復旧が可能です。故障した原因が分かれば、それでライカンさんたちの任務も達成されるわけだからな。私どもの使命についても気にかけてくださり感謝に堪えません。まさしくおっしゃる通りでございます、プロ騎士様。では早速制御室と発電室の位置を送信いたします。ビクトリア火星はいつでもあなた様の召集に応じる用意ができております。プロ騎士様、以前の調査によると、島内の電力を復旧するにはいくつかの手順を踏む必要がございます。まずは制御室に向かい、停電の原因を突き止めましょう。それが故障であれ何であれ、解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです。次に制御室にとどまり操作を行う側と、発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます。制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますわ。この中で適任がいるとしたら、それはライカンさんですわね。一方の発電室は発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか。力仕事でしたらカリンでもお役に立てるかもしれません。頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと。どっちも嫌なんだけど。あ、やっぱ発電室。カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね。エレン理由はともあれ、戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ。戦力のバランスか。ビクトリア火星で一番強いのは誰なんだろう。それではライカンさん、私とあなたがチームですわね。ええ、では皆さん出発いたしましょう。二人とも発電室で待っていてちょうだいね。はーい。プロ騎士様、制御室は左です。我々も動きましょう。お兄ちゃん、行くよ。ん？な、何？
まあ、ぬいぐるみの下に懐中電灯が。幸運ですわね。こいつって前に私たちを追いかけてきた。ぬいぐるみが懐中電灯を持っていました。大助かりですわね。皆様、制御室はこの先です。ですが左には物資の貯蔵室がある模様です。まあ、不幸な事故ですわね。
マスター、制御室付近に到着しました。停電のせいでほとんど何にも見えないね。ううん、なんかいる。プロ騎士様、ご注意を。ライカンさんに助太刀しよう。でエーテリアスが入り込むなんて。ライカンさん、設備は無事？予備電源のランプはまだついている。すぐに制御盤を確認します。ん？妙ですね。これは一体。ライカンさん、制御盤が故障したんじゃないだろうね。これは失敬。私の独り言が思わぬ誤解を生んでしまいました。実のところ良い知らせでございます。制御室は正常に機能しております。非常用発電室が使える限りすぐに電力は復旧できるでしょう。ですが一つ気になる点がありまして。ここの情報によると地下の発電所に故障は見られません。まあそうなのですね。ではどうして停電が起きたのでしょう。現時点では何とも。ですが制御室は B 棟にもあります。そこで発生した何らかの問題が停電をもたらしたという可能性はあるでしょう。あくまで可能性ですから、実態を把握するにはアトリウムを渡って調査しなければなりませんが。プロ騎士様、次はエレンとカリンを発電室まで案内していただけますでしょうか。発電機の準備を完了させましょう。電力供給を予備電源に切り替えます。セキュリティシステムに再アクセス。暗視モードが復活。あなた様を送り出すのは私たちにお任せを。出発するときは私にお声掛けくださいまし。準備できたら次はカリンとエレンのとこに行こう。監視モードの出番だね。もう一回このビルの目を借りるタイミングだね。
残念。指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。プロ騎士様、二人を何卒よろしくお願いいたします。プロ騎士様、二人を何卒よろしくお願いいたします。プロ騎士様、ご安心くださいまし、ガイド様。お好きな時に戻ってきてくださって構いませんわ。ヒヒ、こっちを見ろ、出発。ここまでだ、せいぜい気をつけな。ここまで、ここまで。あ、プロキス様、お戻りになられたんですね。暇で死ぬかと思った。歩きながら話すね。私とカリンちゃんでなんかいろいろ見つけたんだけどさ。ほら、発電室なんですが、すぐそこなんです。そうなの？よかった、急いで行こう。エーテリアスたちは勝たしておいたから。ここが発電室です。私たちさっきも来たんですが。なんか大きなものがあったみたい。確認したところ、この設備には核となるエネルギーモジュールが欠けています。つまり本当はここに燃料があったんだね。マスター、前方のエレベーターホールに空間の裂け目を確認。注意、高エーテル活性反応を検出。え、じゃあエーテル燃料はこの向こうなの？カリ、エレ、エーテリアスのお掃除はお願い。エーテリアス、とっととやっちゃおう。エレン、やる気満々じゃないか。またエーテリアスです。別にここ狭いから囲まれたくないだけ。ルビーとカラオケにいる時より騒がしい。ルビー？あ、エレンさんのクラスメートの方ですね。ご奉仕します。
裂け目は一方通行です。機関用ルートを検索中。なんかここ他の場所よりだいぶ暗いね。あれ、エーテル燃料？燃料を運ぶのはカリンに任せてください。カリンったら頼もしい。わかったよ、道を探すのは任せてね。私が運ぶから。お兄ちゃん、私たちも手伝おうか。機関用の裂け目を発見しました。さっさと戻って発電機を再起動しよう。じゃなかったね。お疲れ様。お兄ちゃん、早く制御室に連絡しよう。お待ち申し上げておりました、プロ騎士様。発電室の方はつつがなく進行しておりますでしょうか。ああ、バッチリだ。いつでも発電機を起動できる。御意にございます。こちらで電気の復旧状況を確認いたしますので、スイッチを押していただけますでしょうか。プロ騎士様、建物の電力が復旧しつつあります。また B 棟の制御室に影響が及ばないよう A 棟の電源は独立させました。これよりアトリウムで合流し B 棟へ向かいましょう。ご友人の消息がそこでつかめると良いのですが。照明設備は徐々に復旧していますが時間がかかるでしょう。プロ騎士様、近くの扉が通れるようになっております。私とリナは直ちにあなた様のもとへ向かいます。通知、電力供給切り替えのため暗視モードを一時的にオフ。光を使って
追い払おう。ほっとこ、いちいち相手してらんない。この先の電力ってまだ復旧してない？プロキシ様、遅くなり申し訳ありません。エレン、カリンちゃん、よく頑張ったわね。あれがアトリウムに通じる通路だよ。全員揃ったね。じゃあ、ラストスパート！開きました。よかった。ガイド様なしでは成し得なかったことですわね。ご主人様もお喜びになりますわ。どういたしまして。そこに何かあるな。これはプロキシ様、お心当たりが。ああ、間違いなくレインのリュックだ。彼女はここにいた。手がかりがあるはず。場所に隠れていてください。血の気が多いゲストは私どもにお任せくださいませ。交代しましょう。シロード、何だ。掃除するから。どうかお便りに。終わりにしましょう。私が読んの。お帰りなさいませ、ご主人様。敵の動きが鈍くなってきましたね。けれども依然として侮れないバイタリティですわ。皆様頑張ってくださいまし。そのままに。じっと見ないで。気難しいお客様だ。音楽が流れてから現れたのはもしや。おい怪物、こっちだ。裂け目があってよかった。音楽に引き寄せられていた。どなたかが消しかけてきた、確か。レインの仕業か。いや、ないな。まずい。エレン、全員倒したわ。僕たち以外にも誰かが。でも一体
と、さっきは助かったよ。うん、あ、ええ、大丈夫か、しっかり。ご心配なく、眠っているだけですわ。大げさだな。彼らはしばらく起きないでしょう。一度ここから連れ出しましょうか。お兄ちゃんもイアスも大丈夫だった？怪我はない？平気さ。ただ驚かされることの連続でまだ混乱しているというか。マスター、申し訳ございません。フォローのデータを解析中だったために熱源の接近を検知するのが遅れてしまいました。君が責任を感じる必要はないさ、フェアリー。引き続き解析を続けてくれ。マスター、信頼してくださりありがとうございます。エーテリアスが出るわ、正体不明の戦闘員たちは来るわ。一体何が起こってるの？レインの件、想像以上に複雑かもね。ビクトリア火星のみんなが変に思ってないといいけど。だってただの人探しとしか言ってないじゃん。お兄ちゃん、これからどうする？さっき捕まえた戦闘員たちならレインの行方を知っている可能性がある。目が覚めたらいろいろ喋ってもらわないかな。そうだね。フォローに飲まれたビルで完全武装して待ち構えてたんだよ。その時点でまともじゃないって。ついでにエレンの様子も見に行きたいところだ。僕とイアスが無事に帰ってこれたのもあの子のおかげだからね。確かに、ちゃんとお礼しなくちゃだね。そうだお兄ちゃん、エレンって飴が好きみたいだし、なんか持ってってあげたら？ちょうどこないだたくさん買ったばっかだよ。大したものじゃないけど、大事なのはお値段じゃなくて気持ちだよね。お客様、ようやくお心を決めていただけたのですわね。リナはとっても嬉しゅうございますわ。ご自分の立場をもう少し早く自覚してくださっていれば、お互いに辛い思いをしなくて済んだのですけれど。ここで何があったんだい？まあガイド様、いらしてくださったのですわね。どうかお気になさらず。こちらのお客様がこっそりとお帰りになろうとされていたものですから、丁重にお引き止めしただけですわ。兵士様、反乱軍のメンバーである以上は治安局に引き渡された末にどんな結末が待ち受けているかよくご存知のはずです。あなた方がバレーツインズに入れ込んでいらっしゃる理由を明確にご説明いただければ、私どもとしても寛大な対応を検討したく存じます。わかった。そのうちの部隊のスポンサーから依頼があったんだ。バレーツインズのイート屋上でそいつの代わりにあることをやれって。申し訳ありません。
もう少し具体的な内容を伺えますでしょうか。俺はただの下っ端なんだ。依頼の詳しいとこまでは知らない。俺ら何人かは周辺の警備を任されただけなんだ。バレーツインズに侵入した奴を見つけ次第B 棟から遠ざけろって。停電は君たちの仕業だったのか。そうだ。最初にお前らを見たときは肝試しかなんかだろうと、ちょっとビビらせたら逃げ帰ると思いきや、尋常じゃない速さで電力を復旧させやがった。それで隊長が言ったんだ。あれはただものじゃない。小娘を助けるために来た連中に違いないから、あの妙なエーテリアスを先導してぶつければと。待て、今なんと小娘。レインは今どこにいる？彼女に何をしたんだ？あの小娘、お嬢さんなら隊長とビートの屋上にいる。当分は命の危険もない。今しがたの発言。あなた様の部隊がレイン様を誘拐した事実を認めたと捉えてよろしいでしょうか。リナ、引き続き彼から詳細を。そしてプロ騎士様、少しお時間をいただいても。プロ騎士様は聡明なお方です。私がこれから機関としていることもおのずとお察しくださるかと。ライガンさん、レインの正体を聞きたいんだろ？おっしゃる通りでございます。現在バレーツインズを掌握している反乱軍にとってレイン様は重要な存在であるようです。あなた様が情報の共有に及び腰なままですと、次の行動に影響が出てしまうことを憂慮せざるを得ません。次の行動？治安局に任せることもできると思うけれど、引き続き僕たちとこの件を追ってくれると。プロ騎士様、ご理解いただけるかと思いますが、私どもがお仕えするのは新エリートでも一角の名声と地位を誇るお方でございます。そのようなお方が資材を守る程度のことで治安局に頼らざるを得ないなどと、うろんな風説が流布することをビクトリア家政が許すわけには参りません。またレイン様の失踪が誘拐によるものであり、ご主人様の財産にまたがり悪行を働く者がいると判明した以上、見過ごすことはできないのです。我々は依然として目的を同じくしているものと信じております。あなた様も同様にお考えでいらっしゃるのであれば、何とぞ情報を共有していただければ幸いです。ありがとう、ライカーさん。言いたいことは分かった。本当はレインの秘密を守ってあげたかったけれど、さすがに義理立てしてる場合じゃないみたいだ。レインの正体は腕利きのハッカーなんだ。だから治安局が介入してくるようなら、困ってしまうのは僕たちも同じというわけさ。なるほど。彼女がハッカーなのであれば、誘拐はその能力に目をつけたものである可能性がありますね。バレーツインズの屋上は何かを発信するのにうってつけですから。ライカーさん、反乱軍たちがまだバレーツインズにいるなら、それは彼らの任務が終わっていないということだ。また想定外のことが起こる前に一刻も早くレインを助けよう。ビクトリア家政としてもそのつもりでございます。プロ騎士様、私は来たる救出のために準備をいたします。後ほどご連絡を差し上げますので、少しの間お待ちください。
プロ騎士様、先ほど私とリナでビルの出入り口をいくつか偵察してまいりました。反乱軍たちは未だ警戒を続けており、立ち去る気配はありません。彼らの任務が何であれ、達成するためにはまだ屋上が必要なようだ。まさに。ですが、周辺を警備していた隊員と連絡が取れなくなったことで、向こうも警戒を強めているに違いありません。彼らとの正面衝突は避けられないようですね。可能な限り短時間で敵の防衛ラインを突破し、レイン様を助け出さねばなりません。レインのことは頼んだよ。マスター、良い知らせをお伝えします。たった今、ビルを飲み込んでいるホローのデータ分析が完了しました。ビル内の熱源をリアルタイムで検知できます。その言葉を待ってたんだ、フェアリー。よくやった。みんな、プロ騎士様をお守りください。出発です。マスター、付近に生命体の熱源反応です。警備兵かな。レインの手がかりを持ってるかな。通路には彼らがひしめき合っていますわね。ボロボロの新聞があります。マスターがご就寝の電子ゲームにはアイテムを使って隠された手がかりを得る手法がよく用いられていますね。皆様、お気をつけください。前方に敵がいます。
なんか音がしたような。アトリウムの奴らだ。やつら追い出せるな。計画をぶっ潰されてたまるか。おのおの方、抵抗をやめ降伏してください。信頼に感謝を。いや、じゃあね。離れてよ。は、それは準備できますか。毎度あり。どけ。しまった、デバイスが。気にしてる場合か。今は絶対だ。お二人ともそんなに急いでどちらへ行かれるのですか。ぶっ倒りろ、倒りろ、倒りろ。ダイカンさん、お掃除は終わりましたが、レインさんは見つかりませんでした。どうやらただの増票だったようです。人質がいるとしたら隊長のところでしょう。ライカンさん、戦闘員が持ってたこれ、なんだろう。何かの送信機みたいだ。ご名答です。そちらは G03 型多周波数信号送信機、軍用のとても高出力なものでございます。適切なマルチメディア機器と併用すれば、諜報員が高度なセキュリティシステムを突破する助けになります。ライカンさん、すごいことを知ってるな。普段どんな仕事をしてるんだい。物騒がせで申し訳ありません。かような知識は家事代行スタッフにとって極めてありふれたものでございます。そうなのかい。けど少なくとも確定したな。奴らがレインを誘拐したのはハッキングができる人間を狙ったからだと。ねえ、こんなのあったけど。これは司法府の専用飛行船じゃないか。時間とルートが記されたフライトスケジュールに統合制御システムのハードウェア構成図まで。マスター、ビリーから着信です。つなぎます。て店長か。まずいぜ、飛行船が大変なことになってる。ビリー、落ち着いてくれ。飛行船で何が起きたんだ。実は10分ちょい前、パールマンが守衛にスーツケースを開けて中を確認したいって言い出したんだ。ところが奴がケースを開けた途端、中から煙が噴き出してきやがったよ。操縦士を含め飛行船にいる全員が気を失っちまった。俺は吸気システムが故障してたから難を逃れたが。なんだって。それなら今は誰が飛行船を動かしているんだ。今んとこ自動操縦になってる。しばらくの間墜落の心配はなさそうだ。けどよ店長、俺気づいちまったんだ。どうやらこの飛行船、航路設定が改ざんされてやがる。今こいつはバレーツインズのあるホローに向かって飛んでるんだ。あと少しで俺ら全員ホローの中に突っ込んじまうぞ。店長どうすりゃいい。通報した方がいいか。信じてもらえっかな。これ
ビリー様のお話しされた通りなら、飛行船が航路を外れてからしばらく経っています。ですが外部に動きがあるようには見えません。どうやらレインの仕業のようだ。飛行船の制御を乗っ取りつつ信号を偽造して正常に飛んでいるように見せかけている。なあなあ店長たち、どういうことだ？なんでレインがここで出てくんだよ。ビリー様、手短に申し上げます。レイン様は反乱軍によって誘拐されました。彼らはレイン様を利用し、あなた方の飛行船を掌握しています。なんだって？待ってくれ、本当にレインの仕業なら治安局ごときじゃどうにもならねえぜ。俺らもうおしまいなのか？ビリー、諦めるのはまだ早い。プロ騎士様のおっしゃる通りです。ビリー様、ビクトリア火星は現在プロ騎士様と共にレイン様を救出すべくバレーツインズにいます。レイン様を速やかに取り戻すことができれば、飛行船の結末は変えられるやもしれません。ライカンさんよ、それは本当か？店長もマジで信じていいんだな？ビリー、飛行船は絶対に助ける。このまま僕たちと連絡を取り続けてくれ。後でそちらの助けが必要になるかもしれない。ああ、わかった。マスター、飛行船の軌道を割り出しました。飛行船は25分後にバレーツインズの上空15メートルを通過し、その後30秒でホローと接触します。みんな急ぎましょう。こんなことになるなんて、ペース上げよっか。お兄ちゃん見て見て、敵のそばに鍵があるよ。扉の向こうに上層へと通じる裂け目を検出。そこが目的地だね。残念ながら施錠機構が知能化され、エリアだね。先を急ごエリアの電気回路にアクセスしました。屋上付近への直通エレベーターを検出。エレベーターを使えば素早く敵に接近できそうです。マスター、地面にボロボロの新聞があります。手がかりになるかもしれません。
の情報を解析しました。残念、指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。技術的な理由により上層階に向かった後は引き返せません。気をつけてくれ。ビートのエーテリアスが前より強力だ。皆様、ここはどうかお静かに。反乱軍の注意を引いてはなりません。じゃあね。邪魔しないで。エレン、どうぞ。めんどい。支援いたします。いや、バイバイ。かわして、離れてよ。まあ、え、じゃあね。イエス、マスター、ご注意を。どうぞ。準備できますか。毎度あり。流されろ。屋上へと通じるホローの出口を検出。付近に熱源反応を検知。生物的特徴を照合。レインと見られます。レインだけど、たくさんの敵に囲まれてる。慎重にターゲットへと接近しましょう。調子悪いな。まさか幽霊か何かの仕業か。敵はまだこちらに気づいていない。チャンスだ。敵中だ。こいつはどこから置いて出てきた。早く隊長に通信を。通信させるわけないじゃん。え、そりゃ。お、うっ、そりゃ。さあ、どけ。
敵は屋上を離れて撤退する準備をしていたようだ。彼らにとってのレイン様はすでに利用価値を失った様子ならば、彼女に危害を加えることを警戒せねばなりません。離れてよ。かわしてください。どうぞ。準備できますか。素人。準備できますか。掃除するから。終わりにしましょう。喉を噛みつぶしますよ。外部にどれだけ情報を漏らしたか、突き止めろという雇い主の指示は。連中はもうすぐ追いつくだろう。どの道この足手まといを連れたままでは我々は逃げられん。雇い主の最優先事項は完了した。我々は金をもらって仕事をするのみ。これ以上命を懸けるのは損だ。何？こいつはエーテル侵食で死んだことにしておけばいい。悪く思うな。そもそも知るべきでないことに首を突っ込みすぎたお前自身の過ちだ。何？まずい！人質が連中の手に！クソ！人質を諦めろ！総員、今すぐ撤退だ。ライカンさん、追いかけた方がいいかしら。いいえ、今はレイン様と飛行船を救うことが先決です。レイン、大丈夫か。怖がらなくていい。もう大丈夫だ。僕たちはニコの友達で君を助けに来た。君たち、本当に私を助けに来てくれたの？早くビルの屋上に行かないと。もう時間がない。四方府の飛行船が。今の音は上からでございます。どうやらそう簡単に幕を引かせてはもらえないようですね。隊長、次元爆弾は予定通り起爆しました。ホロー内構造の変化を検知、屋上への通路消失を確認。よし。人質を取り戻したところで、もはや飛行船は救えん。マスター、ビルの上層構造に明らかな変化を検知。屋上への最短ルートが無効になりました。彼らの仕業でしょう。人質を早々に諦めたのも道理。すでに仕込みは済んでいたというわけですね。フェアリー、今すぐ屋上につながる他のルートを捜索してくれ。マスター、ビルの屋上につながるホローの出口を検知しました。該当出口はバレーツインズ B 棟1階のロビーの付近にあります。予想される移動時間およそ7分ですが、高度侵食エリアを通過する必要があるため、危険度の高いエーテリアス個体に遭遇する可能性があります。実際の通過にかかる時間は予測不能です。憂慮は不要です。プロ騎士様、所詮はエーテリアス。ビクトリア火星を止めることなどできません。レイン様、身も心もお疲れであることは重々承知しております。ですが飛行船の件はあなた様にしかお願いできないのです。飛行船に制御を返すだけなら屋上へ行って防御装置を取り除くだけでいい。けど反乱軍が言ってた
万全を期すために飛行船に乗ってる全員を眠らせたって。制御が戻ったとして誰が操縦してホローを避けるの？そこが困ったところだ。ビリーだけはまだ起きているけど、飛行船の操縦なんてきっとできない。プロキシ様、レイン様が飛行船の制御を戻してくださるのであればそれで十分でございます。以降はビクトリア火星にお任せください。入手した情報によれば、飛行船はバレーツインズの上空からわずかのところをかすめるように飛ぶとのこと。操縦士がいないのであれば私が代わりを務めましょう。当初の出口は完全に崩壊。まったく、やってくれたものです。ですがプロキシ様が別ルートを見つけてくださいました。でもビーとロビーへの道にはエーテリアスがたくさんいるよ。私たちにお任せくださいまし。みんな頼んだよ。エネルギー補充したし、私も真面目にやろう。使えるものは全部使おう。視野を広くすればその分敵も見つけやすいよ。様の身のこなし、この大観感服いたしました。やっぱあんた少しはやるね。この先がビート1階ロビーだよ。マスター、地面に新聞と思われる紙の残骸を発見。着いた。出口はあそこだ。突破の準備を。はい。これはどうも様子が。この音楽、まさかあの時の。あれはアトリウムにいた。まだご満足いただけていないご様子。姉妹とは。あの噂は本当だったのか。けどもう時
違う。プロキシ様、ご心配なく。ビクトリア火星には十分すぎるくらいです。私たちの使命ですもの。参ります。まさかお二人こそがあの武道家の姉妹様？ええ、いかにも武道の心得がありそうです。ですが見とれている場合ではありませんね。見つかった。毎度あり。終わりにしましょう。だよね、知ってた。はっ、ただいま。エーテル活性上昇。敵が凶暴化している。気をつけて。凶暴化した。気をつけて。ライカン。え？はいよ。そのままに。じっと見ないで。お帰りなさいませ、ご主人様。安心してください。行ってらっしゃい。じゃあね。邪魔しないで。汚れを排除します。じっと見ないで。帝国、まもなく飛行船がアレンツインズ上空に到達します。集中を切らしてはなりません。敵は疲弊しています。さあ、狩りの時間。止めてごらんなさい。仰せのままに。任せて、ライカン。お掃除は続くようです。そう、お別れ。お伝えいたします。いい噛み合わせ。恐ろしくはまだ。シャーク、トルネード。じゃあ全部巻き上げる。変わるよ。
任務続行。上へ。お兄ちゃん、聞こえる？飛行船がビルに近づいてるよ。店長？店長！俺はここだ！ビリー！飛行船の目標位置到着まで20秒。10秒。急げ、そろそろやべえぞ。5、4、3、2、1。店長、これでラストだぜ。お疲れ様。やっと全員運び出せた。ニコたちは大丈夫か？ご心配なく。強力な麻酔ですが、あと 2,3 時間もすれば目を覚まされるでしょう。ライカンさんたちには借りができたな。過分なお言葉です。私どもとしてもプロ騎士様という地位を得られ、光栄の至りでございます。あなた様のご協力の甲斐あって、私どもはご主人様の名誉をお守りすることができました。店長、治安局から連絡が来たぜ。救助隊と航空隊がこっちに向かってるってさ。リリー、レインだけれど、彼女はハッカーだし、脅されたとはいえ飛行船をハッキングしてしまったのは事実だ。治安局に捕まると面倒になる。先に僕たちとホローから脱出するよ。治安局の人が来たら何と言うか、ちゃんと分かっているだろう。俺は麻酔を吸わなかったから、緊急事態に気づいて飛行船を操縦、ここに不時着させた。はあ、それにしてもよ、こんなことが起きちまってビジョンの裁判は予定通り進むのかね。まずは治安局がパールマン様を連れ戻すでしょうから、裁判は日を改めてとなる可能性が高いでしょうね。ビリー、ここは任せた。僕たちは行くよ。おお、店長たちも気をつけて帰るんだぜ。みんなありがとう。僕を懲らしめるにはジャトヤの使命なんだから。はぁ、ニコの親分、目覚めて今日のこと知ったらどんな顔すんのかな。ん？何の音だ？あー！パールマン！驚いただろう。前に麻酔銃で撃たれたおかげで今回は効き目が薄かったのだ。あの卑劣な連中め、私の要求を飲むふりをして、最初から口封じのつもりだったわけか。もしまた治安局に連れ戻されてみろ、次は一晩だって生き延びられまい。こうなってしまってはもはや一分たりとも新エリートにはとどまってはおられん。おはよう、お兄ちゃん。今日が何の日か覚えてるでしょ？もちろん覚えているさ。今日は記憶素子を取りに行く日だろ。モニュメントの中にいたあの怪物のこととか、役に立ちそうな情報が入っているといいけど。さすがレインだよね。あの記憶素子を渡してから何日も経ってないのに、もう解読しちゃったんだから。反乱軍の奴らに仕返しされないように、今はビクトリア火星が用意してくれたセーフハウスにいるって聞いたけど、うまくやれてるのかな。六分街まで僕たちに会いに来られるということは、
もう危ないこともないんだろう。そうだといいんだけどね。はあ、これで記憶阻止のことは一段落だとしても、パールマンが飛行船を奪って逃げちゃったのはな。ビジョンの裁判も延期せざるを得なくなっちゃったもんね。それにインターネットで見たんだけど、バレーツインズの買い手は結局ビルの購入を諦めて違約金を支払ったんだって。あの2体の変なエーテリアスのせいなのか、飛行船ハイジャックの現場ってことで無事ケチがついちゃったからか、どっちかは分かんないけどね。ま、そんなことよりもレインに会いに行こう。後でクレタとグレースさんも来るみたいだし。この秘伝のスープは本物だ。替え玉いるかって、スープまで飲み干してるじゃないか。おはよう、店長さんたち。約束の時間より5分早かったね。レイン、最近はどうだい？ここ何日かずっと外に隠れてるんだ。でもビクトリア家政が面倒を見てくれてるから大丈夫。普通の生活に戻れるのもそう遠くないんじゃないかな。君たちのおかげで命拾いしたよ。二人とも本当なんてお礼したらいいか。いいのいいの、私たちが飛行船を救えたのはレインがあの場にいたおかげだもん。レイン、これは聞いていいかわからないんだけれど、どうして君はあんなことになってしまっていたんだ？他でもない君たちに聞かれたなら答えない理由はないね。ある時初めましての顧客から連絡があって、提示された報酬はすごく良かったけど、具体的な仕事はなかなか教えてくれなかったんだよね。それでしつこく聞いてたら、直接会って詳細をくれるって言うから、怪しいとは思いつつもやっぱり報酬には逆らえなくてさ、それでつい飛びついちゃったわけ。なるほど。でもただで転ばないのがレインらしいね。人質になってるのにバレーツインズの屋上から SOS を出すなんてさ。まあ悪くない手だったかな。 SOS を出したのはバレたけど、おかげであいつらの雇い主は私が何を漏らしたか知りたがった。結果的に時間稼ぎになったからね。彼らの雇い主は誰だったんだ？私もよくわからない。あの場には姿を見せないまま電話で何度か飛行船のことを指示してたくらいで、も聞こえてきた限りではあいつらが飛行船に手を出したのはパールマンを消すためだったみたい。あとはサクリファイスが何とかって言ってたくらい。サクリファイス？何それ？ごめん、それ以上のことは私も。あ、そうそう、これ君たちに頼まれてたやつ、もう解読できたよ。わあ、ありがとう。君たちは私の恩人なんだから、これくらいさせて。もちろんお金も取らないよ。早速この記憶阻止を調べたいでしょ。今日はもう邪魔しないでおくよ。また来るね。次はビデオ屋のお客さんとして。うん、いつでもランダムプレイに来て。もちろん友達として来てくれるのも大歓迎だから。お兄ちゃん、クレタたちがもうすぐ来るかもだし帰ろっか。
プロ騎士、お前らこの記憶素子を解読するためにまたとんでもねえことに巻き込まれたんだってな。当ててみよっか。ニコから聞いたんでしょ。まあ今回はジャトヤのみんなも危うしって感じだったからね。まとにかく無事で何よりだ。最近この街もなんだかピリついてきたような気がすんだよな。私が四六時中あの化け物のことを考えてるからかもしんねえけどさ、ずっとこの記憶素子の中にあるもんが一刻も早く解読できたらって思ってたけど、いざその段になってみると緊張するもんだな。大丈夫さ、おちびちゃん。この中に入ってるどんなものと向き合うことになろうと私たちが一緒だよ。うん、グレースさんの言う通りだよ。フェアリー、君の出番だ。記憶素子のデータを解析してくれ。かしこまりました、マスター。記憶素子内部のデータを解析中。マスター、断片的な音声データが検出されました。システムのタイムスタンプはキュート陥落前日の夜です。音声データ？フェアリー、その音声再生できるかい？肯定。フェアリー、再生は任せた。音声を読み込み中、しばらくお待ちください。どうやら君たちを見くびっていたようだな。親父の声だ。怪我してる。落ち着いて、おちびちゃん。これはもう何年も前の録音だよ。どうやらホルスさんは誰かと話してるみたいだね。言ったはずだ、何も知らないふりをしろと。それが俺たち全員のためだと。俺は父親だ。あんな娘の命を脅かすようなもんをほっとくわけには。親父、バカ野郎。俺はもうじき。だから教えてくれ、モニュメントの中のあれは一体何なんだ。いいだろう、それが最後の願いなら。あれの名前はサクリファイス。なんだって？サクリファイス？お兄ちゃん、今サクリファイスって。バエトーン、急にどうしたんだ？二人して。今日同じ言葉を聞いたばっかりなの。確かな筋から飛行船を狙った奴らはパールマンの抹殺を企てていたと聞いた。奴らも口にしていたんだそうだ、サクリファイスと。はあ？待てよ、なんで私たちが調べてることにあのクソったれのパールマンが絡んできやがる。クレタ、それ私も言おうと思ってたんだけど。でもパールマンは飛行船を奪った後行方不明なんでしょ？もう郊外に逃げてるんじゃ。向こうで何が起きているか情報を探ってみるしかなさそうだ。まさかガイド様が私たちと同じことをお調べになっているなんて。彼らはサクリファイスを知ってしまった。調査をこのまま続けさせて本当にいいの、ライカンさん？構いません。ご主人様は計画を変更され新たな指令を下さいました。彼らはもはや遠ざけられないが、我々の盟友となれるやもしれぬ。適切に導くように。